食べたら寝ます。え、エビの尻尾食べる派？生で食べんの？食べれんの？こんにちは。ね、よいしょ、キルコエフ、ありがとうございました。これももうちょっと劇場近かったからなと思います。お寿司美味しいですねお寿司美味しすぎて SD やね。そうだよね、お寿司を食べましょう。かわいすぎるありがとう。せやな、三重も海産物多いですか、ね、これ何？アナゴ。フローチ飲みすぎたら太るん。あ、17も来てくださる方、青春もめっちゃ好きですよ、うん、私もうジノコエも大好き。あ、大好きですよ。お昼ご飯のメニューはマネージャーさんかな、マネージャーさんが買ってきてくれるんですよ。よし、固定した。これは好きなネタから食べるようにしてます。何食べようかな、うなぎ食べよう。うなぎは2つあります。ヨシミンとトレードしました。お待ち。うんうん、右の前が川なので川魚。え、初めて聞いた。うん、川魚ってとっていいんや。大変でめちゃめちゃね、めちゃ近かった。コモリンって誰ですか？うん、あのね、聞いてよ、クッキー昨日作ったじゃんか、配信で。私もちょっと配りましたよ。その時にね、名前を書いたの、クッキーにメンバーのやつも書いてたね。うん、そう。そしたら乾ききってなくてね、あの冷蔵庫に入れてたのにチョコが乾ききってなくて、袋に入れて持ってったら袋にチョコがついちゃった。だからめっちゃ名前潰れちゃったのよ。もうなんて書いてあるか分からへんかったもん、ね、うんお前頑張って、誰やこれって見ながら。あ、あやみちゃんです。どんどん遠ざかった。あやみちゃんが隣にいますこれタムタムだよ、かわいい。もうメイク終わった？終わった。1番やったな。2番、2番です。卵、これもチョコ市販ですけど交換しました。うん、誰と作った？配信で作ったん？うん、ショールーム。そう、焼いたで、うん、生地をこねて、うん、作った。え、キッチンに置いてってこと？そう、ちょっとだけママに手伝ってもらったけど、うん、なかなかね、なんか全然生地が混ざらなかった。そうなん？うん、からママにやってもらったもうめっちゃ時間かかったのよ。聞いて、なんでそんな、なんか間違ってたの？分量分からへん、あやみの手が冷たかったかも。あー、だからバターが、それもあるよな。あとはなんかバター外に置いてて、溶けようとしてん、溶かそうとしてんけど、うん、家の中寒すぎて、あの溶けなかった。なるほどね。せっかくそ、あの冷蔵庫の外に置いておいたのに。冬は、冬、夏も難しそうやけどな、うん、夏は溶けすぎちゃいそう。ちょちょん、夜公園も行くね。ありがとう。最善いいよね、うん、やほん、うん、うん、ふん。あやみはテスト終わったんやっけ？学期末、まだこれから、ま、2月末にやるよ。もうやん、うん、もう期間入るやん、うん、大丈夫ですか？いけそう。え、どんな、うん、理科とか何してる？理科はまあ物質してる。なんか、もう物質？アンモニアとか。なんかさ、今の小学校さ、うん、
学校のさ進むスピード早いよね、うんうん、え多分そうやんな氷物質中3とかやったで、うん、そうなんしなんか学校によって全然違うらしい。英語とかめっちゃ早いんちゃう？英語早い今早いるし何やってる？今何やったっけな。なんか今はどんな文章出てきた？過去形のなんか何々あじゃあ今は何々できますかとか何々をしましたとか。過去分詞はまだ？ダズとかまだ？やったダズはこの前やった。ダズは聞くか。うん、過去現在形過去形過去分詞形で習った？参考習った全部。わからへん。でもなんかゴーズとか習った？ゴーズはやった。じゃあ習ってんかな。かな。だからなんかその名前じゃなくて、うん、なんかこんな文章やっていきますしか言われへんから、うん、なんか英文英作文とかやった？たまにやく。わお早いね。なんか今の時はなんか早いわ。難しいよね、うん、頭おかしくなっちゃうよね、うん、小テストとかあるんじゃん。たまにある。この前歴史の小テストした。何やってる？あのね中野江戸王子と中野江戸王子とか出てきた。でもなんか高校入っても同じようになるから、うん、小学校でも大化の改新とかやったのに。3回するから早めに覚えといた方がいいよ。長野の間は覚えた。板垣大輔なかった？なんてない、うん、幹部ってんの。じゃあそれはまだなんだね。まあ、平の清盛とか。えそこら源歴史やってんの？歴史ってあんの？今歴史、うん、歴史の授業。地理歴史。えなんかこれ社会やってんだよ。社会やけど地理歴史で分かれてる感じ。えそうなの？うん、え地理やって歴史。なんかすごいな。あやみちゃんといるとぽよりんが大人っぽく見えるやって。まあね、あやみやも、でもあやみも大人っぽいよね。え、彼女と別れた？早くない？大丈夫？なんかあった？何持ってんの？算数は空間、そう算数は今空間図形だよ。え、昔ポッキーやったらしいな。めっちゃいいやん、そんな三人字の大化の改新。大化の改新は小学校の時にやった。で、今小学校の時あんま詳しくはやらなかった。だから名前が出てきただけ。失礼します。あやみだ。今やから。じゃあ。ああ。分かるよ。ね、過去分詞はちょっとな。過去分詞はよくは。今やから来た。ショールーム。いや、あっち一人やねん今。誰もおらへん。寂しいね。え、算数は？算数？また数学せめて。数学。数学。中学校から数学やん。うん、何してる？何してる今。うん、どうした？骨？尻尾。尻尾食べちゃった。うん、出し？これ隠しとくから。出せる？ちょっとお待ちください。これだ、オッケー。あ、そう。オッケー、オッケー。原子出てきたよ。原子と変子やった。今はチンゲトハン。やめてよタイミング。今の。今の。もう何してんの。ありがとう。なのこれ。欲しかったよ。ありがとう。チンゲトハンって音したら。え、チンゲトハンしてんの？うん。おもろ。テスト絶対出てくんで。フビライハン？フビライハンとか出てくるで、うん、絶対出てくるで。今ちょうどそこ入ったばっか。だから選択問題でできそう。うん。明日続きやるよ。チェンゲスハンの。おもろ。おもろすんぎり。さあ。顔映ってない。映ってない。ありがとう。Twitter でシェア。十期だよこれ。みんな受けてね。友達も受けそう。受かってほしいね。天使は8位がめっちゃおもろい。あやみタイミングがタイミングがすごい上手だね。携帯かわいいね。あやみちゃん何が一番楽しい？えー、先生がさ優しかったら覚えやすくない？英語
は先生が楽しくて、美術はアミ好きやし、先生好きやし、あとは体育も面白い。体育いいよね。体育今バレーボールやってるんよ。あら、ちょっと前髪バレーめっちゃ下手やった。バレー部やったか。でもアミバレー部やったん、小学校で。小学校の時かわいい。小学5年生で卵いる？うん、いいの？食べてほしい。いいや。卵3つ目。やばいって。卵摂取しすぎ。卵好きや。これでなくなりました。卵。ありがとうございます。こたまやみちゃんに教えてあげよう、勉強。教えれる範囲でね。うん。わからんとかって言って。これ頭いいないの？こたん？こた頭良かったよ。学年で。前髪がさ。もうバレー部、5ヶ月バレー部してた。結構上位入ってたよ。俺、あかんわ。まだね、やってないんですよ。ダメなん？理科7点。てかまだメイク直しもしてないけど。7?何を正解すんの？ラッキーセブンって喜んでた。終わり？アメリカ最低32だよ。でも最低やったら、でもさ、何のあれかにもよる。月とか難しい。月とかなんか。あれ無理やった。あのメスシリンダーみたいな。読み取るやつ、じゃあの計算みたいな理科のあったな。塩分、あれマジで無理やった俺。中学校あれ、そう、今物質でなんかパーセントやってるで、物質、あの質、塩分、塩、塩の、そう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 、塩の水、溶ける水溶液とか、水溶液とか、そうそうそういうの、あれやばかった。溶液とかやってる、ほんまに意味やから。でも俺オール4くらいは取ってたよ、中学の時で。うん、俺全部リトマス紙って書いてたと書いたりしてたもん、分からへん。リトマス紙しか覚え方があんねん、なんか。え、嬉しい、ありがとう。酸性、うん、何それ、なんて言ったの、でな、酢酸、何だかな、吉川さん、ありがとう。な、青から赤になるのが、うん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 、何だかな、梅、酸っぱいから、うん、うん、うん、習った、それ絶対覚えておいた方がいい。考えやずっと結構ゴール読んで、中学の時は、うん、あのやってましたね。体育は毎回5でした。体育3取ったことない。さっきレイヤーの俺さ、体育さ、テスト的に、テストとか運動神経的には絶対に嫌やねんけどさ、体育嫌になってさ、毎回体育の授業をさ、1番に行ってたら3になった。頑張って3だった体育の授業、毎回さ、その前の授業の終わりからさ、準備してさ、ありがとうございましたの時にもう体育館に走ってきてさ、一番最初に着替えて準備してたから3にしてもらった。態度か、態度 A やったんか。態度 A やった。何もそれが C とかやのに。そうそう、酸性とアルカリ性や。酸性がリトマス紙につけたら青から赤になるんだよね。そう習ったわ、それと教えてもらったわ。英語めっちゃ点数悪いけど先生と仲いいから評価良かった。え、そうそうそう、マジで先生と仲良くしてるやん。先生とめっちゃ仲良かったから、めっちゃ喋りかけ、英語とか、うん、これどうやったら、うん、なんでこれは、うん、どう現在形になるんですかとか聞いたらいいよ、分かってる。マジでほんまに意味わからんかったから、めっちゃ聞きまくってたら4やった。いいね、4か3。頑張ってる頑張ってる。で、国語は絶対4か5で、美術も4か5。美術すごいわ。美術は音楽ある？音楽ある。音楽は普通やった。音楽普通か。音楽むずいよな。でもなんか音符とかも苦手。音楽は一番評価良かったかも。オール5やったのすごいね。すごっ。誰？リオピ？リオピ？うん、分かんなかった。やめて。じゃあコタ、そろそろお眠ちゃんなんだね、まあ。俺オール2やってんけど。やばくない？言っちゃダメだよ。アミ3、4やった。3、4。え、もうさ、そんなのよく覚えてるね。え、でもリオプ賢そうやな。衝撃やったから、マジで覚えてない。なんで覚えてないって。え、5段階評価なんてさ、覚えてる？だって通知表までで、うん、私覚えてる覚えてる。ちゃんちゃこんだんでさ、見せられてママには怒られるんで、後で。え、ほのぴーが言ってるのは高校の頃のやつや。もう中学、高校ないもん、芸能学校やから。なかったんだ、そういう通知。じゃあ読みます。13位片谷さん、うん、ありがとうございます。12位マスオさん、笑われるよママに。でも15分経ったのかな、充電がやばいんだよね今。だからちょくちょく止まってるでしょ。それはあれです、あれのせいです。よかった。あやみのさ、友達もほのぴーめっちゃ好きって言ってんねんな、初めて見た時。ありがとう。あ、15分経ったよ。充電がやばいので壇上読みます。今日メンパッチリ。じゃあまたみんなで学力テストしよう。ペヤング、
ロールペヤング持っていくね。ありがとう。ちょうだい。あれがあれであれね。あれがあれであれよ。何が？ありがとう、こいちゃん、水筒。もう一回ってどこだねんの中で。ありがとう。そろそろちょっとあみちゃんの充電がピンチちゃんなので。今のまま。ありがとう。じゃあ簡単な時やん。そう、1年生の1学期に1回だけ音取ったことある。多分でも英語やったと思う。数値表とかマジで覚えてない。英語より1学期の1年生のさ中間さ最初の、あの93点やったから。うん、うん、すごい。プラスルとかでもコモさ、その時期はさ全部85点以上だったよ。平均めっちゃ高いやつな、最初の、うん、そうそう、うん、そう勉強せんでも取れたやつやんな。でも2学期、1学期の期末からめっちゃ大文字、大文字やけ、小文字を大文字に直すだけとかあったよ。あったあったあった。やばいよな、98点だったよ。過去形でめっちゃ点数取ったよ、英語は。 I am は、みたいなやつがやった。 I am は、複数は。これも名前書く問題あったと思う、多分。あ、あった。アイアムは西田ほんの。ローマ字でさ、それはない。ローマ字でさ、うん、自分の名前書くみたいな。あったかも。あったあった。なんかここに行きたいですっていう、あ、ここに行きましたっていう文を書きましょうみたいなやつもあった。今の中学ちょっと結構進んでる。マジで、うん、範囲が早い。今算数は空間図形だよ。何それ。多分俺今入る方が頭いい。なんか立体の表面積を求めたりしてる。すごい。表面積ってさ、一回小学校の時にしたくない？あんまりしてないの。なんか面積はやったけど、あ、え、Q とか。あ、そう、Q とか。身の上に心配あるさ。うわ、なんで身の上に心配あるさは Q の体積。うんうんうん。あ、面積か。え、もうパイまで行ってんの？パイまで行った。おお、3.14。え、中1でさ、そんな習って。今早いらしい。なんか勉強がもう早いらしい。いろいろと。え、絶対流ついていけないわ。無理。あ、でも今空間図形だけめっちゃついていけてる。よかった。え、マジ、ね、通学と英語はついてった方がいいよ。うん、なんかさ、2、3年に続くから、それは絶対に覚えといた方で。通学ってさ、もう1個できなくなったらさ、終わり、終わり、終わり。英語とかも。英語が一番やばい。英語やばいよね。単元変わるやん、数学はまだ。うん、でも使うから絶対。そうね、ずっと使う。英語マジでやばいよね。身の上に心配ある。え、そう、身の上の心配あるの30。身の上の心配？身の上に3分の3分の4かけ π かけ r の3乗が Q の面積の求め方。なさいそんな初めて聞いてる。じゃあちょっと壇上見まーす。お前習わないのよ。でも、あ、でも中1で習ってたか。来ます。13位が葵斗さん、ありがとうございます。12位天さん、ありがとうございます。11位トミーさん、ありがとうございます。10位肉団子さん、ありがとうございます。9位源五郎さん、ありがとうございます。8位宝野さん、ありがとうございます。7位関さん、ありがとうございます。6位きびだんごさん、ありがとうございます。5位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。4位スノーさん、ありがとうございます。3位柳さん、ありがとうございます。2位トッシーさん、ありがとうございます。そして1位は横浜のルーさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。リオピア、最初は賢キャラの雰囲気あったよね。なんか違うです。ではまた明日、まあ夜公演と明日の朝配信もよろしくお願いします。明日も7時からします。ではありがとうございました。明日もよろしくお願いします。あと夜声もよろしくお願いします。バイバイ、またね。携帯の裏は夏今月の世界。おお、そうなんだ。ありがとうございます。あの、皆さんのロック画面は何にしてます？